神や先兵の姿を消して甘いものが一切口に出したくなっただけでなく、お米さえなくなって、さつまいもや麦のいっぱい入った都道府県とか小麦や泡などの粉を練って小さい団子にしたものに、ものが薄味の汁に入っている水筒とかがサンドの食事になり、しまいにはその団子も芋やかぼちゃに変わって、それも一日一度になるということさえあったので、誰もみんな腹をすかれているようになりました。とにかく腹が減って腹が減って、大人も子供も町の原っぱや外れの林に出かけて、のびりやせるなど食事の雑誌になるものは何でも取ってきて、しまいには何とこだどの雑草も何でも取ってきて食べました。私の家でも汽車で大駅も離れた山の中の小さな土地を借りて、そこに芋やかぼちゃなどを畑を作り、私と私の2歳年上の兄も父に連れられて、そのイノシシの出るという畑を取り分かれました。そしてとうとう私たちの学校の校庭も先生と生徒が総出で小屋ストップで芋やかぼちゃなどを作る畑に変えてしまいました。山にも気を抜いて緑を増やすための運動も始まる。まるまる坊主の上山はいつでもみんなの笑い者、これこれ次の子をこなすと大きな人に、お日様にこにこ声かけた声かけたというような歌も喜んで歌いました。山で日本のすぐ座れ、そばまでアメリカ軍が攻めてきて、東京や大阪などの都会が苦しみされ始めました。私たちの一応までの防空演習といって、空襲で爆弾を落とされて火事になった時に火を消す訓練を始めました。暗い組の女の人たちを中心に水をかけ続けて運んで、本当に家に水をかける練習をするのです。ある日私は父の住所で勉強していたら、ゴルファーのとこに醤油だれがあったという大声がして、いきなりバシャーッと窓ガラスに水がかけられたので、びっくりしたことがあります。何しろこの時は何人だけ遠慮なしに水をぶっかけることができるのですから、大人の人たちも面白かったんじゃないかと思いました。夜は光が外に漏れないようにと、伝統に黒い水をかぶせなければならず、父が夜遅く仕事をすると村組の役員さんから、ゴルファン電気漏れてませんと注意されていることもありました。男の青年たちはほとんど兵隊に取られるか軍事工場に働かれるようになって、45歳を過ぎていた私の父も他の商店の人たちと忍び込んで警察署の屋上に行って防空監視と言って、敵の飛行機がやってきたのか、交換場で年に半額万人かと伝えられました。父は警戒警報のサイレンが鳴るたびに警察署の4階の人が屋上まで階段を下ろしていたのに、もう腹減ったのに寄ろうってかなわんがとここを知っていました。また国の秘密情報を敵のアメリカ軍に知られないように国民が互いに注意し合うようにと、壁に耳あり、障子に耳ありと、次に耳を当てて絵を描いたポスターも町
中に貼られました。隣人の会合では紙敵のスパイがどんな風にして日本の秘密を集めるのかを書いた紙芝居と子供も一緒に見せられました。また空襲でアメリカの落とす爆弾から体を守るためには机の下に潜り込んで両手の親指で耳を押さえ、他の意味では目を塞ぎ口を大きく開けることとも教えられました。子供はみんな大日本青少年団というものに入らされ、日曜日の朝には藤神さんにお参りして、その神社の庭を掃除しなければなりませんでした。こういうように私たち子供にも結構息苦しい生活になっていったのです。そしてとうとう、もしアメリカ軍が日本本土に上陸してきたら、その時は日本人は最後の一人になるまで戦い抜く覚悟をするのだと教えられ、私たちもみんなその気でいました。このアメリカ軍が上陸してきて本土決戦になっても、私たちが日本が負けるとは決して思わず、最後には三原は必ずアメリカに勝つと信じていたのです。私たちは大人になって戦争に軍人になったら、陸軍と海軍のどっちの軍人になるのか話し合いました。それでも軍人や兵隊は一度は必ず死ぬのだから、どんな死に方がええやろ。陸軍はたまに会っていたいし、海軍は海で溺れてしまう。だから私は飛行兵だと飛行機で敵の軍艦に耐えたりして、あっという間に死ねるから飛行兵がええやないかと言っていました。そうやな、それがええなと賛成する友達もいました。そして実際のところから、日本軍は若い軍人が爆弾を積んだ飛行機で敵の軍艦に体当たりをする特別攻撃隊、略して特攻が大きな戦果を上げていくと大宣伝されていたこともあって、私たちは本当のことはわからないままにその特攻に呼ばれていたのです。丸八幡締め直し、ぐーっと握った操縦桿、万里の独島何のその行くとロンドン、ワシントン、こういう歌を元気よく歌って特攻隊に憧れました。しかし日本が負け続けて、もう戦争が終わろうとしていた直前に三千機で行われた特攻隊の攻撃は米軍のレーダーに捉えられて、アメリカの軍艦に体当たりする前にほとんどは撃ち落とされ、4000人ものたくさんの特攻隊員が無駄に死んでいったということは誰にも知らされていませんでした。またいつかはアメリカ軍が日本に上陸してくるだろう。その時には立て合いでアメリカ兵を殺到するのだと思うので、内部では女の人の立ち合いの訓練をしていました。私たちは日本人がみんなアメリカ人よりも勇敢で大和魂がある。本土決戦になれば最後には日本は必ず戦争に勝つと信じ込んでいました。丘にはっためくあの日の丸を、Thank you.
顔が見える紙芝居って言われたので、今日はちょっとやっぱり這いつくばってお話をしたいと思います。よろしくお願いします。戦空襲作って長い名簿暑い日でした。昭和20年7月28日といえば、第二次世界大戦もそろそろ終わりに近づき、日本は敗戦の色を濃くしていました。被害や立川は連日 B29 の爆撃を受けていましたが、幸い桑畑に囲まれた戸川流域は B29 の被害を免れていました。しかし関西機裏波が洋島から飛来する P51 は日中この辺りをしばしば襲いました。秋川に近い静かな山陰にある高槻の円通寺が炎上したのも、こんな7月6日の P51 の銃撃によるものでした。当時、五日市線は六日市本しか通りませんでした。都内でも戦後一番遅くまで蒸気機関車を使用していたのは五日市線です。それでも朝夕は昭和飛行機、立川飛行機に通勤する人で混雑するせいか、治療では電車型の客車を受けていました。7月28日正午頃だったでしょうか、相模湾方面より敵機潜入せざるの警戒警報の後、空襲警報が発令されました。汽車の煙は敵の目標になって、列車を駅から離した方がいいという駅長の判断で、12時16分発五日市行き列車は多少遅れ拝島駅を発車しました。乗客は警報発令で帰宅が許される中学校や女学校の1、2年生、アメマの昭和飛行機資材を加え急ぐ行員、動員学生、マスコなどに点在する軍事施設に動く人物です。疎開した実家にある人と、こんな人たちでした。一両目は満席でした。神奈川の中間に列車が差し掛かった時です。敵の米軍編隊が不正から現れ、パッと閃光が見えると思った瞬間、ピンピンピン、まるでパチンコの弾があちこちにぶつかって跳ね返るような音、防空資金をかぶる間もなく伏せる、窓が割れる、
天井に穴がある。やられた、うん、助けて。車内は地獄と化しました。敵機は機関車を目当てに攻撃を浴びせ、機関士の山根さん、機関助手伊藤さんが夢中で対岸東秋村八代の雑木林に列車を走らせましたが、非常ブレーキがかかりました。電空ビタミンがやられたのです。1両目がやっと時計にかかった、そんな時点でした。5回転がやられたと。当時20歳30代の男子はほとんど戦地へ召集され、残った当面の警防団員の分団長杉田みどりさんの指令で、団員は手に手に担架や小板を持って土手へと急ぎました。土手には鍛えた軍人さんがいました。ザクロのように肩に口が開いた学生さんもいました。1両目は血の海です。歩けない人が見えていました。手ぬぐいや木の枝で止血をして、二宮クラブへと警防団員が運びました。重傷の元特待市小学校長梅林さん、浅野セメント田中さんは機関車を列車から切り離し、前のデッキに乗せて東秋留駅まで運び、そこからリヤカーで二宮クラブへ送りました。次々とクラブの土間に運ばれた重傷者が18人くらいだったといわれます。布を出してくださいの声で押し入れの中にある布団の布をかき集め、飛んでいったのは国防婦人会の人々でした。血生臭いクラブの土間に足を踏み入れたとか呆然としました。ここで働いていた堀口さんも手ぬぐいを絞っては血を拭き回りました。お産の家からは助産婦の永井園さんも止血をしたり、それを待つのがやっとでした。薬など何もない時代です。水をくれとうめく声が聞こえても、負傷者には水はあげられません。軍人一人、民間人二人が即死して、二宮の玉泉寺に運ばれました。53名の品川から来た疎開学童も、この子どもたちが怖がる中で3つの看箱が本堂で一夜を明かしました。警防団員が渋谷板橋の遺族の家を訪ね、訃報を知らせました。重傷者はクラブから一旦福生の陸軍新作病院に移され、手当てを受けました。梅林さんはその後麻酔なしに足を切断され、田中さんは両足に弾を受け皿を飛ばされました。陸軍の病院ですから、民間人は翌日すぐ八王子の右田病院に移されました。そして3日後、
あの八王子大空襲がありました。ここは八代のグラウンドです。子どもたちは楽しそうに野球をしています。テニスに夢中になっているのは中学生かな。あ、1回戦が来る。38年前、ここでこんな惨劇があったことを覚えている人はだんだんと少なくなってきました。当時人口1万人の東秋村、西秋村、笠井村は4万を超える秋川市になりました。戦争だけは嫌だ。この事件を語ってくださった方々は口々にこう言われます。40年近い平和はこうした犠牲と戦争体験の上に築かれた大事な大事な財産です。しかし敵の不重装置はこそなくなりましたが、1538年経った今でも福生の陸軍整備学校は核兵器が受容されていると言われる米軍横田基地となって、チームスピリット、米艦飛行訓練の運用機が私たちの秋川市の上空を日夜飛んでいます。こんな危険な基地がなくならない限り、日本の本当の平和は来ないのではないでしょうか。おしまい。これまた YouTube の方でも玉泉寺の息子さんがアップされているので、ぜひよかったら五日市線空襲ということでご覧になっていただきます。